始まったよ。始まりましたね、うん、ほらもういいねついてる。あれ始まってなくない？まだ。いや時差でしょ。タイムラグなんだ。はいはい。何ですかこれは。これはね本です。あれちょ、まだ始まってないよ。いや始まってる。時差があるんだよ。もう見えてる。見えはじ、もうここは流れるんだよ。そうなの。あれ始まってなくない？まだ。ほらほら今からだ。いや時差でしょ。タイムラグ。ほら今から。いやもう始まってます。今始まってました。今始まりました。さあ始まりました。え何何。いやいやタイムラグがあるから。あそうなの。今って言ったらその何十秒後かにみんなの今なんだ、うん、あそうなんだね。今は今じゃない。これコメントできんのこれ。できるよ。できるよ。コメントな、はい、な14人見てるよほら。どうにかして見れるはず。コメントがライブチャットか、これだ。はい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 、はい、こんばんは。はい、こんばんは。日の出とともに。え日の出とともに、ほら。日の出ね。これいつ発売するの。これ12月だよね。25だっけ。あ、クリスマスに合わせてる。クリスマス。違うの。え、違ったっけ。嘘を教えないでくれ。わかんないもん。俺もこれ、詳しくわかってないんだけど。うん。1日だよ。1日発売。12月1日発売。てかもう一応発売はしてるんだよね。予約発売。予約だね、予約だね、そうだね。今買うと1日に発送されて、うん、そう1日に届くように発送するんですか。1日に発送します。1日に発送します。だから家が近い人はもう1日に着くよ、うん、いやそんなことないでしょ。いやいや2日にとかね。2日3日にね、うん、カナストロックとか。はい、そういうこと、ね、何ですか。でも分かんない。これねなんだっけ。トップショットって書いてあります、ね、トップショットを教える。嘘つけ。本だぞ。本本。あでも DVD ついてるから。ああ何かマジックをやってる。そうマジックやってるんですよ。あれ今日サンちゃん真面目キャラなの。だってね配信は真面目にやっぱ進行がいないと進まないじゃん。あそうなのね。俺真面目だからいざ始まっちゃうとちょっと喋っちゃう。そうなんね。あのヨーヨーさんと一緒にねマジックやってます、うん、DVD の中で。すごいじゃん。でヨーヨーさんが監督です。え監督。そうヨーヨー監督で店長監督で、うん、作品80分の DVD になってます。めちゃくちゃハードル上がってんじゃんそれ。そうなんだよ。予約しました。楽しみです。ありがとうございます。なんか予約特典みたいのをブッチさんなんか企画してるんでしたっけ。はいはい、だそうです。予約した人だけもらえる。あでも予約しないとやっぱり。そうだね。買う意味ないし、ね、そうだね。予約それやる。うん。あ予約それ俺は今やろうと思った。おいいじゃない。予約特典のやつここでやろうと思ったんですよ、はい、予約特典でございます。この話をはいしながらやろうと思った、はい、まあさあのいろんな写真この中入ってるんですよ。この中にね。で、どの写真もサンちゃん一緒に行ったよね。行ったね、多分。行ったよね。行ってないのもある。行ってないのもある。うん、これも確か知らないのもあったもん。うんうんうん、なんか、ラスベガスでどっかこんな。ああ、そうかそうかそうか。あれか、イタリア、はいはいはい、わかんない。まあ、日本の国内だったらほとんど行ってるね。福島も行ったし、まあ動画にもしてるけど。うんうん、福島も行ったし、うん。愛知だっけ。愛知の愛知。愛媛だっけ。愛媛。いや、愛知、愛知。愛知。愛知にも行ったしね。そう。はい。じゃあちょっと向こう行ってください。はい。私が入ります。向こう行ってください。向こうにちょっと。よいしょ、よいしょ。はい。椅子がないの。椅子がないですね。あ、ほら、思い出を形にって書いてあるよ。言わないでしょ。言わない。余計なっすね。関係ない。関係ない。関係ないこと言わないでください。はい、はい。映ってるかい？映ってると思います。はい、ここに、うん、ここに、うん、中の写真全部プリントしました。おお、すごいじゃん。すげえ。すごいじゃん。まだ見せられないですけど。うん、こっちちょっとね。こっちも。よいしょ。中の写真を全部プリントしました。すごいすごいすごい。ね、うん。で、うん、これを、うん、ここに。うん一枚一枚袋があるんですよ、うんうん、ここに入れます、うん、
いやマジックみたいだね。入れます、うん、透けてる、うん、入れて、うん、いっぱいできるじゃないですか、うん、これを、うん、こうして、うん、こうして、うん、1個に1枚入れます、うんうん、ランダムにね。ちょっと見せて。まあまあまあ、そういう写真があるよ、うんね、これ入れます。これ全部違う写真なのね。全部違う写真、全部違う写真。入れます。何入れて、うんうん、閉じます。何が当たるかはお楽しみってですね。そう、そうすると、うん、もう、うん、ほら、なるほどね。はいはいはい、はい、そういうことね。僕らもどこに何が入ってるか分かんない、うん、じゃあマジで全部欲しい人は全部予約する。そうだからこれもあの、ダブルかもしれないしね、先着順。そうだね。全部違うってことはダブルはしないでしょ。しない。あ、ダブルしないんだ。ダブらない。ダブらないんだ。そう、だから。できるだけ欲しい人はできるだけ買うしかない。そう。なるほど。いや、これね、ありがたいことに、うん、2冊とか3冊とか、うん、まあ、複数冊、うん、ご注文いただいてる方もいるんですよ。うん、で、まあ、特典って言って、ほら、みんな同じのがいっちゃうと、うん、申し訳ないなと思って、うん、なんかできないかなと。うん、思ったら、まあこうランダムにした方がいいのかなと。まあ確かに。なるほどね。はい。思って。いいじゃないですか。そう。だから、ちょうどいいじゃないですか。いいじゃないですか。サインとかいらないですか。それまた別の企画でやりましょう。はい。はい、とりあえず1枚ずつ入ってます。はい、で、実は、その中でも当たりがあるんですよ。ほう。当たり。当たり。びっくりマンチョコ的な。びっくりマンチョコ。いや、違うね。毛が1本入ってる。ゼウスみたいな。当たり。当たり、当たり、なんだろうね。写ってない写真もあるんですよ。うお、写ってない写真。竹兵士が。それ、なるほど。それめっちゃ当たりじゃん。ね。うん、だって、変だし、これ頑張って印刷してさ、うん、まあ画質落ちるけど、作れないこともないじゃないですか。こういうの。いやいや、これの中に、このページの中に。だけど、その写ってないやつは、これを頑張って写真描いた、頑張っても手に入らない写真。違う。え竹へしが写ってない写真。竹へしが写ってない。そう。じゃあ、いらない。見てもらえばいい。だから、いらないでしょ。うん、だから、竹へしが写ってる写真に1枚付けます。2枚入ってるとか。そう。おお、あれか。蒲焼さん太郎みたいな。じゃあ違うね。たまに2枚入ってんだよね。いや、そうなの。そうそう、多分すげえ確率じゃん。多分工場のミス。すごい。へえ、ミスじゃなくて、うん、ちゃんと入れます。へえ、それもいいじゃん。でもいいね。なるほどね。そうで、サインはまた別の企画なり、うん、はい、まあこれを持ってお店に来てもらえれば、はい、サインします。そうですね、はい、オズマンドの方に来てもらったらサインをすると。なるほど、なるほど。はい、はい、という企画になっておりますので、はい、こんだけありますからね。いっぱいありますね。こんだけあります。全部違います。全部違いますから、うん、すげえ、すごい、はい、もう結構予約もらってるんですよ、うん、だから、ちょっと見せないか、ちょっと差指紋もつけないし、ちょっと見てもつくでしょ、絶対。気をつけて、マジで、マジで気をつけて。サンタ指紋、俺、ほんと気をつけて。そのこれ載ってない写真っていうのが気になるんだね。めっちゃ見なんかランダム、これまあ俺の指紋がついたやつもまあレアだしね。まあそうね、うん、そうだよ。いらない指紋付き。はあ。まあやっぱりほら、あのこうなっちゃうと、さすがに写真用にプリントしたよりは、うん、まあ写真用にプリントした方が綺麗だから、まあ、鮮明ではね。そう、ちゃんと写真屋さんでプリントしてるからね、うんうん、なもんで、うん、まあ特別に、うん、はいはい、多分ほとんど見たことない写真だと思います皆さん。はい、特典はこんな感じです。はい、というわけで先着順なので、はい、皆さんあのここにあれ出てる、出てますこれ、なんか出てますね、出てるね、文字出てますね、はいはい、はい、URL オズマンドウェブショップで予約できますので、うん、皆さん予約してください。はい、お願いします。
ですね、うん、というわけでこれしかもここでこうやってめくると白紙で、うん、ここでめくると絵が出てきて、ここでやると色がつくっていう、うんうんうん、そうそうそう、そういう仕様になってますから。はいはいはいねえ、はいはい、じゃあなんか思い出話してください。思い出話ね、思い出話、じゃあちょっと一枚一枚見ながら、一枚一枚見ながらね。あ、これ言ったね。言ってないし、はい、サンタいなかった。まあこれは言ったね。これ言ったね。これね、写真俺ね撮ってあって、うんうん、これ発売されるまで待ってたんですよ。あげないで。ああ、なるほどね。はいはいはい、そう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 。そうだね。言ったね。あ、これそうだ。これ。あ、これは言ったわ。これ言ってねえだろ。うん、言ってない、ね。それ言った時はまだね、あのヨーヨーさんとも仲良くなくてね。みんなとバチバチだったね。そうそうそう、みんなとバチバチで常に喧嘩してたからね。殴り合いの、そうそう、殴り合いの喧嘩してた頃だね、うん、ああ懐かしいね、うん、なんかないですか、思い出、これの。ここの思い出ないですか。これね、めっちゃ寒くて帰りたかった。大体そうじゃん。大体寒かったっていうやつじゃん、これ。大体寒かったやつ、うん、いや、ほんと風強すぎて、ほんとやばかったね、ブラックプールやばかったよね。人いないね、ブラックプールは大変だったね。ほんとやばかった、もうほんと帰りたかった。そうね、まあサンタいいんだよ。あ、サンタいるね、サンタも入ってるね、うん、入ってますね。バッドサンタ入ってる、サンタ、うん、そうね、その時サンちゃんいればね。いや、行きたかったんだけど ね、まあいつか行くでしょ。行く行く行く、うん、ブラックプールね、行く。来年はないのかな。どうせ行くでしょ。来年はないかな。どうかな。だってあれ2月だもんね、うん、ないと思う、うん、来年もね。そうだ ね、後ろの方じゃない、サンちゃん一緒に行ったもん。まあそうね、こここれ観客いなかった、うん、そうそうそう、ショーやったけど、ショーやったけど観客いなかったんだけど、この決め顔っていう、そうそうそう、とりあえず決め顔ね。どれどれどれ。観客入る前のやつね。ああ、リハーサル、リハーサルじゃないですか。リハーサルの時いざ行ったら客いなかった。いざ行ったら客いなかった。で、この顔しょ。そうそうそう。客いねえじゃねえかっていう顔してますね。そうそうそう。一応やったんだ。やったの、一応ね、一応やっといた。カメラ用にね。はいはい。むしろだってそれ写真撮ってる時の方が結構真剣にやってたよね。そうだね。まあ、あのほらブラックプール編の動画を見てる人はいると思うから、うん、それ見れば多分わかると思うけど、うん、リハーサルの時の方がテーブルどうするとか照明映像どうするとかは結構シビアにやってたから。そうだね。まあその時の様子というか。そうだね。始まっちゃえばね、なんちゅうことない。これはちょっと、エッチなやつ。これはエロいですよ。それさんちゃん、それは、あの、まだ言えないやつ、ね、これ、ちょっと言えないですね。これはすごいね。それさすがに。これ、もうこれ以外出回らない写真だね、これ。そうだね。これ消しゴムでこすったらさ、これ。ああ、なんかね、薄くなるかも。はい、薄めで見るとかね。薄めで見るね。これ。弾けないのに。いや、練習中だったんだけど、もうね、めんどくさいからやめちゃった。うん、そこにある。そう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 。待っていいよ、俺、じゃあ。まあ、弾くんだったらね。奥。奥っいいじゃん、これ。すごいおしゃれだからさ、これ。まあまあね。置物としてすごく。うん、そう、これいい。リアルでいいね、そうそうそう、この汚さが。そうそうそう、リアル。そうそうそう、リアル。それ、あの、作ってる時だったから、あれを。ああ、それもまだあれ。あれを作ってるとき言えないやつね。いや、それもまだあれ。それをさ、それを進めないといけない。そうよ。そっちも進めないといけない。いろいろ、いろいろ目白押しですから。そう。これいいね。え？映っちゃう？映った？映った？まあ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 、その全部は映んないでしょ。全部は映んない。うん、危ない危ない危ない。映っても欲しいから実際、うんうん、あ。いやね、これかっこいい、大変だったんですよ。これすごくいい。大変だったんですから。どれ？このコーナー。ああ、やっぱいいと思う。めっちゃいいこれ。これ、うん、
そうそう、いいと思う人もいるだろうなと思って、これやっぱこの光もいいし、すごくいい、これ普通に、これだって俺飾りたいもん、なんか、すぐ映るんじゃない今のめっちゃ、飾りたい、ありがたいです、顔が映ってるやつ飾りたい俺、ああね、そうね、いやほらやっぱ普段さ、その並びで見れないじゃん、見れない見れない、絶対見れないやつよこれ、ね、見れないから、一連というか、めっちゃ外で笑ってる人がいる、ちょっとだけ上部だけ映ってて、またまあそれがいいじゃん、チラチラ映ってこれ磨いてんね、そうだね、磨いてますね、磨いてますね、技を磨いてるよね、吸ってますね、すごい吸ってますね、吸ってますね、一つしかないです、つけてますね、つけてるね、つけてる、お、ちょっと映っちゃってじゃん、こんなもの、ね、そうね、こんなもの、これまずい、これほらほら、あー、それもうダメだね、もう入店お断りでしょ、入店お断り、一つしかないじゃん、いやいや、そんなことない、そんなことないよ、そんないろいろ入店お断りだ、無理やり着せられたの、これ、いやいや、違うよ、ちゃんと着てたんですよ、いいね、このアイテムの感じが、アイテムのね、そうそう、こういう写真、おしゃぶしゃか、これほら、いいね、これ、いいね、これ何、それ、携帯、携帯あれか、携帯あれ、携帯あれ、携帯あれか、携帯あれ、これ写ってるのいいじゃん、ちょっとなんかこれ描いた人、あ、そうそうそう、これあのブラックプールでもらったよ、ブラックプールでもらったよ、なんか、あ、そうなんだ、なんか障害者のマジシャンが描いてくれたんです、すげえ上手だったよね、そうそうそう、エナトグリーンじゃない、え、これいいじゃん、エナトグリーンじゃないよこれいいじゃない、いいじゃんこれ、どういう状況、それね、どういう状況だろうね状況は多分あんまギャップがいい、これかっこいい、めちゃくちゃ、あ、これね、この2枚すごいかっこいい、あ、ね、そう、うん、これね、やっぱ見たあれだね、好み違うね、みんなね、そうだね、うん、なんか、ね、ちゃんこうやってちゃんと撮るってやつじゃないやつが好きなんですよ、ちゃんと撮る、なんつうの、こうちょっと変わった撮り方、はいはいはい、うん、俺も一時期あのアイコンこういう感じにしてた、あ、してたね、鏡に映った、あ、言っちゃった、あ、これね、例の、例の、例のね、例のね、これ例の、そう、例の、はいはい、これまあ何も言わずに、ちょっと、はいはい、口が滑りそうなんで、はいはい、これかっこいいわ、これかっこいいね、このあって感じ、これももうあっていう感じ、これすごいね、これすごい、例の場所、例の場所ね、これ行ったわ、一緒に、これ行ったね、うん、これも、これ寒すぎて、寒すぎたやつね、やばかったね、血出たもんね、血出た、寒すぎて血出た、血出て全然さ止まんなかった、もう半日以上ずっと出てたよね、し、帰りまでずっと出たもん、ずっと出てたよね、そう、それはもう、そう、あれ後日また出てるから、ね、ちょっとした事故だよね、そう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 、でもあの時にだからそれが、うん、それは表紙、はいはい、表紙裏表紙、はいはいはい、裏表紙のこの波すごいよね。すごいすごいすごい、ね、やばいね、ねえ、ほんとにすごい、もうすごかったですよ、これはマジ行ってよかったで、ほんとにこんな景色見れると、見たことないから、ね、あの時間帯ね、うん、そう、あれはだから多分昼間とか行ったらまた全然違うし、潮の具合とかもね、そうだね、いやー、ほんと寒かった、やっぱこの表紙が一番かっこいいの、一番いい、ね、これね、これすごい表紙かっこいい、タイトルとこのいいね、この全てが表紙とかさ、表紙にどの写真使うとか、タイトル何にするとか、うん、めちゃくちゃ考えたもんね、めっちゃかっこいい、手触りもいい、これ、うん、手触りもね、 それはね、あのタクちゃんがね、表紙ちょっといいのにしようってことね、最後これもこれもいいですね、これ、うん、そこね、これ何、これも最高、これ本当にこれ本当最高、それはね、そこは一応見てほしいわ見ても意味わからないなんだろうっていう、なんだろう、そうそうそう、謎を最後に残す、謎、そうそう、これ買っても多分何か謎が残る、そうそうそう、ね、謎が最後にね、ちなみにね、これね、ここね、これね、あのね、リオさん気づかなかったよ、あ、そうなんだ、ね、俺も最初これ探しちゃった、でもまあね、ああ、やっぱそう、そうでしょ、そしたらなんか全部それに見えてきた、そうでしょ、うんうんうん、
最後ちゃんといたからさ。いたね。そうだね。いい感じよ。いいねこれ。ファーストいい感じよ。これ DVD もこれ。うん。そう、DVD のオープニング映像もブラックプールかな。うん。そうね。それ含めさ80分あるんだ。そう、あのオープニング映像っていうのはまあ、あのそのタイトル、タイトル画面。作ったね、そうだね。そうそうそう。思い出した思い出した。うん、手ちっちゃいよね。そう、だから B5 サイズだから、これが A4 の、うん、成長したんだね。A4 のサイズだったらそのままぐらいだけど、ちょっとちっちゃい。いや素晴らしい、ねね、これは本当に欲しいです、うん、そうです、はい、じゃあちょっと余ったら、はい、余んねえよ皆さん余らせないでください。カンタに渡さないでください。余ったらもう余ったらね、余らせないでください。もう結構予約入ってるんですよ、だから、うん、ね、ありがとうございます。本当にありがたいことに、ね、ありがたいありがたい。面白いもんだって、うん、話をするだけでも面白いじゃないですか、うん、中身が。そう、面白い、うん、そうな、まだね、みんな見たことない写真がいっぱい入ってるっていう、うんうん、ところが、うん、いいでしょ。いい、そうなんです。どうぞコメント入ってますか。 DVD の盤面を写真にしてくれるのとても嬉しいですね。 DVD の盤面を写真にしてくれたの、盤面ね、あのDVD、これね、これ、ああ、そこをね、これはバレてんだ。いや、これもう出してるからね。ああ、それあるよ、そう、だってこれ猫よけに使えばね。そうそうそう、猫よけに、高橋匠の顔が描いてる、猫よけ、猫よけとかカラスよけに使えるから、あの、ベランダに吊るしてください、こうやってキランキランって。レンタスもでも写真だよね。そうね、これだね、うん、はい、それね。いいのかな、俺傾けすぎて絶妙に見えそうで見えないっていう。見えてたって。ちょっと見えてたって。あえてシルエットの表紙にしたのがお酒って書いてますね。なるほど、お酒でしょ。お酒って書いてます。いやこれね、だからチャンスよ。これ見てください。あのね、シルエットじゃないですよ。ちゃんと顔見えますか。ちゃんとそう見える。よく見れば見えますね。パッと見シルエットで1分ぐらい見てればだんだんとこう、そう、あのじわじわ受け入れてくる。野島さんのあのカードみたいな。野島さんのあのカード、あのあれね、ビスマークとの、あーいいやそれ言っていいやつ。なんとかね、これね。確かにね。そうだからよく見てもらうためにこれにした、うんうんうん、あ確かにじっくり見ちゃうもんこれ。そうね、あれっつってね、うん、そうね、そうね、いいじゃないですか。感じかな。あとはあと何か告知ありますか。なんかでかいのさっきなかった。カウントでかいの、それそれ、あでかいのあんね、でかいの、これ全部入る。アバス、アバスででん、オズマンド、何二人とネットリ光ってるって。オズマンドウルトラフェス in 東京コミコン2020です。コミコンっていうのはね、あのアメリカとかだと思う、ものすごい大きい会場でね、すごい何万人、そうね、何万人集まるぐらいで、もうねコスプレイヤーがめちゃめちゃ集まる、すごい大きいイベントなんですよね。でコミコンってあのアメコミとかね、そういうのをテーマにしてるんですけど、もう映画ファンがすごい詰めかけて、なんかねハリウッドセレブとかも、ね、来るようなすごい大きいイベントです。それのね東京バージョンのコミコンで、今回まあライブ配信ですけど、このメンバーでマジックを、しちゃいますっていうね話ですね。シュートさん、シュート小川さん、タンバさん、ね、タンバさん、皆さんご存知のタンバさん。で、ハンナさんはね、ハンナさんちょっと説明して。世界のハンナちゃんをね。うん、世界のハンナちゃんね。そう。すごいっす。本当すごいね。本当にすごい。本当すごい。すごいとしか言えない。絶対見た方がいいです。絶対見た方がいい。まだでも二十歳ですけど。若い。もうそのもうそんなの関係ないよね。うん、めちゃめちゃすごい、ね。本当に、
大先輩です。ちゃんと言ったけど。まあ、そうだね、うん。キャリア的には、ね。キャリア的には大先輩ね。うん、そうで、メイガスさんね。皆さんご存知の、うん、紅白にも出てますからね。メイガスさんね。で、セロさん。セロ。セロ。サプライズのセロさんですよ。あの、ハンバーガー出すセロさんですよ。セロさんが、なんと、生配信。超すごい。ね、超すごいよ。そう。ね。あとは、テンペイさん。テンペイ。テンペイさん、ジャグリングめちゃめちゃすごいですね。で、タイガ・スズキ。うん。で、タクミ。タイガ・スズキ。なんかあるし。いや、鈴木タイガさんね。うん、いや、もう素晴らしい。日傘してますね。そう、日傘してます、ね。日焼けが嫌なんですよ、ね。そうそうそう。肌に気を使ってる。そうそうそう、かっこいいかね。はい、うん、まあ仲いいから、仲いいから。そうそうそう。で、匠高橋と。うん、で、サンタは？出てます。サンタもね、見に来ましたね。実は出てます。実は出てます。探してみて、はい。探したら隠れサンタがどっかに。隠れサンタ。隠れサンタがいることで。見つかったら終わり。見つかったら終わり。それ言っちゃダメ。言っちゃダメなやつね。うん、そうそうそう。出さないでください。地味に出てるからね。そうそう、地味にね、はい。頑張って探してください。はいはい。そうね、まあその日傘って言ってます。今度すごいよね、本当にこれだって。これすごいね。だって、うん、今回海外ゲストは来ないのでさすがに。向こうからの生配信みたいになるんですよ。なんか前回だ、前回は分かんないけど、前々回かな、前回か分かんないけど、あのアイアンマンの、アイアンマンじゃねえ、ごめん、アベンジャーズのあのホークアイがゲストで、そんぐらいすごいですよ。あとエマ・ワットソンとかも来たことあるし、あ、まあ、つまりだからもうこの人たちはエマ・ワットソンと同じ。だって今年さ、今年コロナがなかったらマイケル・ジェイ・フォックス来るって言ってたからね。ふんってバック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティーだよ。バック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティーだよ。素人連れてこられても。いや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 、お前何言ってるんだこの野郎。おいマイケル・ジェイ・フォックスに謝れこの野郎。そんなっしょ。三発屋連れてこられても。いや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 、何でマーズアタックにも出てるわ、ティンウルフにも出てるわ。お前やろ。マイケル・ジェイ・フォックス会いたかったな。あと、クリストファー・ロイドの毒の人もね、来る予定だったみたいですね。毒の人って今いくつなの？もう80近いんじゃない？ほら、バック・トゥ・ザ・フューチャーの時って、あの時そう、おじいちゃん役だけど、あれ特殊メイクだよね。そうそう、おじいちゃん役なんだけどね、結構若いのよ。でマーティはね、17歳の役なんだけど、3作目ではもう30歳だった、うん、マイケル・ジェイ・フォックス、うん、そう、すごいね。今もでもだいぶ年いってるでしょ。だ今だいぶ年いって、あのパーキンソン病で、ま、もう実質引退ってこの前言ってたけどね、そう、もうほんとね、すごいよ。まあちょっと忘れてんじゃないですか。あ、でもあれに出たよね。いや、出演者まだいますよ。あ、タシミ高橋の上を見て、司会が小川修斗さんと、なんていうのこれ、深夜歳月、荒谷さつきさん、はい、荒谷さつきさん、オズマンドでもね、たまに見られますね、はい、が、司会です。この2人の MC は絶対面白いよね。本当にもうだって間違いない、コメントを上げますね、うん、もう MC で決まるからね。そうだね、そう、MC で全部決まる。本当に、本当に。本当にもう。本当に司会がダメだったら、もうマジックとか関係ないから。うん、そう。そう頼みますよ。それを補えるメンバーが揃ってますから。そうそうそう。シュートさんも言うけど。そうね、シュートさんいれば。シュートさんいればもう何にでもなる。シュートさんとサツキさんもどうにでもなる。最高です。シュートさんね。はい。ね、これ、12月の6日です、はい、何時から？今日6時スタート予定、6時スタートなので、これのえこれは何時から始まるの？だから6時スタート予定です。6時スタート、夜のこの、あ、このマジックのパートが6時から、6時スタート予定です。はい、じゃあ6時から皆さん見てください。コミコンは12月4日からやってます、ね、4日から3日間やってますね、はいはいはい、で、まあ、詳しく詳細していただくと今ここで、はい、QR コードを読み取ってこれ読み取ってください今、はい、光ってるってはい OK ですね、うん、リアルタイム視聴無料ですか？リアルタイム視聴当日その時間帯に見れば無料です。で、後からのアーカイブが550円、あ、そうなんだ、はい、かかることになります。また3日間
でも550円で見れるってすごいね。せやで、3日間のアーカイブが550円で見れます。はい、550円安いよ。だって、ね、だってシャローさん出てるからね。ハンナちゃんも出てるからね。丹波さんもシュートさんも出てるし、メイガスさんも出てる。次の日は多分見れないと。いや、違うでしょ。3日間のアーカイブがその後見れる。あ、そう言ってた。っていうことなんじゃないの。だってアーカイブも。いや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 。今そこに書いてある3日間のフリーパスっていうのは、うん、4日のアーカイブを5日に見れて、うん、まあその期間内にやってることが、うん、ずっと見放題、はい、3日間は見放題っていう、はい、そういうふうに言っときましょう。それがフリーパスです、はい、まあアーカイブはとにかく550円かかるっていうことです。レッドブル2本分です。おお、安い。うん、だとレッドブル2本飲むかこれ見るかってこと。そう、うん、レッドブルもレッドブルもいいけどこっちを見てください。見ながらレッドブル飲みながら、ね、飲みながらこれ見てください。700円で見ます。はい、無料で見れるけどね、はい、当日見れば、はい、ということでぜひ見てくださいどうもお待ちしてます。はい、そしたら何、バックトゥザフューチャー嫌いだったっけ、サナちゃん。いや好きだよ、めっちゃ好きだよ。あれよりいい映画ないでしょ。ないよマジでさ、本当分かり間違ってなんかリメイクとかしないでほしいよね。すんの。じゃあだから昔の映画ってみんなリメイクされてんじゃん。しな、さすがにできないでしょ。あれはできないでしょ、うん、元が良すぎるもんね。あれは超えらんないよね、うん、まあそんなとこかしらね。じゃあサンタくんがね、今日新しいものを見せてくれるんですよね。もうとっておきのカードマジックが、カードマジックがあると。もうすごいですよ、やっぱ皆さん、はい、やっぱちゃんと見てくれてたからね、最後まで。うん、うん、何してんの。出ない。何してんの。なんだ。すごい、とっておきの子供たちやりたいんだけど。引っ張ってみていい。ダメだね、全然出ないね。戻っちゃうじゃん、戻っちゃうじゃん。お来た戻っちゃうじゃん、ダメじゃん。あれだ、なんか呪文が必要なのこれ。呪文、うん、なんか呪文ある。呪文ないよ。イングリモングリダメじゃん、ダメじゃんよ。たくさんがイングリモングリ言えば多分いけるわ、うん、イングリちょっともう言わせて最後まで、ちゃんと今ちょっと風さんぽく言ったんだから。いや、すごい、オッケー、うん、はい、マジでないよ今はい、なんかする、なんかしようぜ。じゃあめちゃくちゃすごいカードマジックあるからね、うんうんうん、超すごいからこれは、はい、うんうんうん、しようか、うん、あれどうしたの、どうした、どうした、どうした、超すごいから、どうした、どうした、どうした、病気なの大丈夫。もう超すごいなこれ。うん。どうした？置けんの？置ける？置ける？やったー、カードマジックやってて、俺今日できないわ。あ、そう、これね、サンタくんが新しいね、おもちゃをね今日持ってきたんですよね。お、このところに、もう釘がある、これ釘、これも釘ですよ、これ釘がありますね、うん、ほら、例えばだって、何、え、釘は釘、ほら、例えばこれハンマー作るんじゃん、これで。はいはいはい、ほらもう、うんうん、釘ですよ、これ、はいはいはい、もう絶対全然もう超硬いから、うんうん、絶対曲がんないやつ、これ、うんうん、なんか角がしっかりやってない、ちょっと曲がっちゃった、曲がんない、これ硬い、
硬い硬い。これ何？え？え？これやんないの？それ終わったもん。あ、ストローは？ストローはいいや。もうストローもう。なんかやってよ。何やる？カード。カードやる？何？スナップディールやってって書いてる。スナップディールやる？スナップディールやっちゃう？スナップディールやんのかよ。おい。え？やんのかよスナップディール。やっていいよ。やってていいの？遊んでんのね、さんちゃん。ストップ言ってください。ストップ。じゃあこのカード見て覚えてください。いいですか？ OK？ このカード見て覚えてもらいました。中に戻して、じゃーん、だいたい真ん中のあたりね。例えばね、これ一番上のカード、これ使います。これスペードのエースね。スペードのエース、よく見てください。このスペードのエースをね、こうテーブルのさ、一瞬で7に変わってね、真ん中からほらエースが出てきちゃうっていうやつね。ね、すごいでしょ。すげえ。すごいでしょ。ねえ、すごいね。そしたらどうする。そしたらね、こうスペードのエースね、スペードのエースね、これね、真ん中にこうやって入れちゃうんです。あ、真ん中に入れなくていいや。こう置いときます、スペードのエースをね。で、大体ね、これ1,2,3,4,5,6,7枚ね、7枚で真ん中入れちゃうと、スペードのエースこんなに入っちゃいました。そしたら、どうする。スペードのエースね、こんな感じ、どっかに入ってます。混ぜて ってやると、ここにね、ほらカード置いていくと、ほらだんだん消えちゃうでしょ。消えてっちゃう。こうやってカード消えてっちゃう。カード消えてっちゃう。カードほら増えたりね、消えたりカード消えたりしてるでしょ。で、こっからスペードのやつピッて取ってパッてやるとね、ほらこっちからスペードのやつが出てきちゃうのよ。どうする。すごい。俺もここから出せるよ。うん、ほらで、こっからキッてやるとこうなるでしょ。なんか産んだ。追い切れない。どうなったかな。どうなったんだろうね。追い切れない。よくわかんないね。一応ちゃんとできてんじゃん。なんか出てきた一応。すごい。一応出てきた。なんか。ゴモ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 ともー。カラコン。はい、じゃあこれ見せて。これなんもないよ。なんかじゃあカード1枚選ばして。カード1枚選ばす？あの見てないから。じゃあ1枚じゃあストップ言ってください。これも見ないから。はい、オッケー。これも見ないね。オッケー。これ見ないからね。じゃあストップ言ってください。ストップ。じゃあこのカード使いましょう。これね。いいですか？オッケー。じゃあこのカードを真ん中入れちゃいます。こうやってね、真ん中入れちゃうと。この中こうやって中入れちゃいます。これね、見えるかな。こう完全にこれ、こうやって混ぜて、もういいですよ。もう。さあ、違う。こうやってもう揃えちゃいます。そしたら、じゃあカード混ぜて、はい、これでさんちゃんが選びます。選びますね。違う、探します、カード。これでじゃあ当てますよ。うん、どんな形にもなるから、これね。最悪。その今思ってるカードをちょっと画面越しに念じてください。最悪だ。何が最悪なの。どうしたこれ。どんなマークでもできるからね、例えば。はい、猫ちゃん。あれ、何もなんないの。トランプのマークとは言ってないからね。そう、トランプのマークとは言ってないから。猫ちゃんマーク。猫ちゃんマーク。何にでもなるよ、これ。ほら、なんでこれ。え、全然なんねえじゃん。頭つかんだよ、これ。結構猫ちゃんにしかない。あれ、じゃあ一番簡単なマークが作れるマークがあるから、こうでこう、そうするとなんかダイヤモンド、ほら、ダイヤじゃないよ。いや、だからダイヤじゃないのは分かってるよ。あ、そうなの。うん、ほらダイヤとかになる。あ、はい、ダイヤとかになるね。あとはほら、ハートっぽいでしょ。ハートにもなるね。はい、スペードっぽいでしょ。はい、スペードっぽい。
じゃないやつマーククラブ、うん、これクラブは作れんから。あ、クラブ作れないの、うん、ちょっと作れるようにしといて。クラブ、じゃあ無理やり作る、うん、さっき、ね、一応ギリクラブっぽくなったんだけど、ね、うんうんうん、つないでよ。つなぐ、うん、だってこれをみんな見ちゃうからこれがメインだから今。ああ、ちょっと、ちょっとなってきたじゃん。クラブっぽいでしょ。クラブ、ここにあと1個あればいいんでしょ、うん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 、ほら、山があって、あってできるじゃん、これできるよ。え、だってもうこれ、これ以上山作れん。あ、いやでもこれ限界。ああ、いいじゃん、いいじゃん、これ。クラブ、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 なんだか、クラブあれ、クラブの何、クラブの数字でしょ。数字はね、むずいよ、数字、数字むずいよ。実は簡単かもしれない。だってさっきできてたじゃん。さっきできたかも、うん、東京タワー、東京タワー、うん、エース、エース、おクラブのエース、クラブのエース当たってる、すごい当たってる、当たってるこれさ、ちょっと丸作ってよ、うん、え、丸作って丸、丸、うん、簡単やな、うん、で緩くなってきたさっきから使ってるから、で丸作るとちゃんと丸になるね、うん、ほら、丸、ね、丸、丸作るでしょ、うん、で丸作ると、こっからほら、エースで、へぇ、なんでもできます、こちら、なんと、オズマンドで2万円で2万円で、ね、購入できます。できないねぇ、あー、熱いな、もう大丈夫、ちゃんと丸から出てる、これ、うん、おー、すげぇ、丸から出てるよ、出てるよ、丸、ね、ちょっとあの最初のコメント拾います。何でもこの世にあるもの何でもいいので好きなもの言ってください。一番最初のコメントでそれを作る、うん、確かにこれ作れないものないから今クラブ作れることは証明されたんだね、うん、もう何でもね、好きな、もうこの世にあるもの何でもいいです。何でもなんか言ってください。最初のあノアールさん見てるよ、ノアルさん、ノアルさん、こんばんは。お金って、お金、お金作れますね。まあ、使う、作れないです。お金でしょ、うん、いや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 、札束、まあ、まあね、言われてみればね。じゃあさ、じゃあ、あれだ、マックのポテトを作って。マックのポテトでしょ、うんうん、テレレッテレレッテレレッ、あ、すごいすごい、マックのポテトみたい、すごいすごいすごい。え、じゃあ、ファミチキ作って。ファミチキでしょ、ファミチキ。テレレッテレレッ、何でも作れるから。何でも作れんね、すごいね、面白いね。ポテトにして、ポテトにして、これに入れてみて。あ、確かに。あ、ポテト、いいね、ポテトっぽい。あ、ポテト、ポテト、ポテトだ。ポテトだ、いいじゃん、いいじゃん。やるやん。すごいじゃん。やるやる。ポテトだ。何でも作れる。ねえ、うん。ファミチキ。ファミチキね。ファミチキ作れたら大体のも作れる。そうだね、ファミチキ作れたらね。うんうんうん、いいね。すごい。え、一緒って言われてるよ。何が？ファミチキと、うん、いやいや、ポテトはこれだったじゃん、うん、そう、ポテトこれだった、そうそうそう、ファミチキはこれ、うん、そう、全然違うね、うん、L チキは？ L チキはできますよ、これサイズがちょっと大きい、うんうんうん、いい感じよ。え、じゃあスパイシーチキンの方は、ああ、できるできるできる、うん、あれ急に開いた、スパイシーチキンでしょ、スパイシーチキン、ちょっと待ってね、うん、ここがこうだから、ここでこうあ、すごいすごい、なってるなってる、スパイシーチキンなってるわ、なんでも作れますね。え、ジャーバーガー、何？ジャーバーガーとか、バーガーじゃないですか？バーガーね、ハンバーガーみたいな、はい、
あ、できた。あ、できてんじゃん。結構大きいやつ。はい、ジャワバーガーです。大きいね、結構。ジャワバーガー L サイズです。L サイズね。M サイズ。ね。S サイズです。いい感じじゃん。やるじゃん。完璧です、これも。ね、完璧だね。これで一生遊べます。そう、一生遊べるね。なんだっけ、あと作ってない。国会議事堂作って。簡単すぎて。簡単すぎる。ヘドが出るよ、マジ。ヘドが出る。ベジータか。ヘドが出るぜ。おなってきた、なってきた。足りてないの、曲げるとこ間違え。結構大変なんだよこれ。いや、簡単、ヘドが出るって言ってたじゃん。簡単って言ってるわけ、はい、うん、まあまあね、そうね、そうだ、そうなるよね、うん、そうだね。じゃあここから、じゃあ国会議事堂から出てくる菅首相を作って。ああ、いいよ、うん。カンですねえ、カンってカン、カンさん、いいね。カンじゃない、あ、カンじゃない、カンです。カンさん、何の違和感もなく今カンです。しかもちゃんと K だったし。ああ、そうそうそう、カンさんじゃない、カンだっけ。カンさんは前のね、菅さんだね。カンさん前の前だったっけ、前のカンだったっけ。カンさん前だったじゃん、民主党だったりとか。あ、それは名前読み方かかったの。違う、今の解明したの、今のね、今の思想は菅さん。あ、そうねえ、どうすんだっけ。じゃあシンデレラ城を作って。ヘド出るよそれ。なんで作れんの、うん、くれんのかよ、そんなこと言って。あ、すごい、いけそう。絶対いけると思うよ。ほぼいけてんじゃん。いや。もうちょっとあったでしょ。なんか、もうちょいあるよ。そう。ああ、いいよ、いいよ。の上。の上。上の方。の上。の上。上の方です。はい。よくできました。はい。はい、うん、もういいかな。お、あれじゃん、斧じゃん、ハンマーブロス。これ仮面になる、仮面舞踏会。でもそれ仮面舞踏会もっといっぱいできるよ、これ。こうで、こうで、うん、こうでそんな変わんねえじゃないか。さっきの方がよくない。どっちでもいいわ。あ、ほら、あれ作ってっていう。青春。まあじゃあ今日はここまでで、じゃあ、うん、そうだね、うん、そうだね、そろそろもう遅くなってきてしまいましたね。はい、もう一回告知してください。はい、じゃあ告知タイムとさせていただきます。写真集フォトブックドップショット、予約開始してます。予約受付、シリがなんでどこの言葉で今予約開始し、ね、すごい、うん、まあいいよそんなこと、うん、ね、あの予約受付中です。12月1日から発売予定で、予約していただけた方には特典で写真が、もし中身を知りたい、知りでもヘイシリって呼んでもらえない、シリ、ヘイシリ、シリ、なんだ、ヘイシリ。ああ、やっぱね、本当だ。ヘイシリって言った？言ってないよ。Good morning, Takumi. Can you tell me a joke? What's more impressive than a talking parrot?
A spelling bee. Tell me a story. No. Hey Siri. Tell me a story. Okay, let's hear the bear's side of the Goldilocks story, and you get to choose the ending. One morning, Mama, Papa, and Baby Bear came home from a walk. Nage wa. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Please, hello, Takumi. Please introduce Top Shot. Introduce Top Shot. Hey. ということでね、ね、そうね、はい、トップショットね、トップショットね、トップショットね、はい、12月1日から発売予定でございます。ぜひともね、特典ついてきますので、ぜひとも、ご予約お待ちしております。先着順に、だから予約がいっぱいになっちゃったら、もしかしたらあの写真が切れちゃうってこともある。ってことですね。そういうことですね。怖いことですよ。怖いことだ。ギャンブルだよ。そうか。ギャンブルじゃないよ。抽選ではない。DVD もね、ついてきます。はい。80分のね、DVD もついてきます。あと、オズマンドウルトラマジックフェス東京コミコン12月6日、6時から、午後6時から、ライブ配信しますので、無料ですので、ぜひね。うん、ご覧ください。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録をお願いいたします。ということで皆様、はい、また明日サンタイガでお待ちしております。はい、明日サンタイガでございます。皆さんぜひね。サンタイガだ。ください。しかも来月クリスマスイブサンタイガだ。あのアリさんが何か言ってるよほら。しかもクリスマス。サンタ天界空だ、はい、ちゃんと用意を、うん、あ、マジでクリスマスだからってすげえ入れてきたね。あ、そうなんだ。あ、ちゃんと用意さんが食べてくれたということを、サンタくんが独り占めしなかったということで、ちゃんとあげましたよ。はい、大阪のお土産を、ね、私はそうです、はいはい、はい、じゃあ皆さんね、はい、お洋服かわいい、ありがとうございました。うん？どういうこと？分かんないね。じゃあ、サンタイガ待ってまーす。はい、待ってまーす。明日サンタイガでーす。来てくださいね。チュニャニルニルニル。チュチュリチュ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 ン。チュ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 。前髪のせゲームしようぜ。チュ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 。全然乗らないな、思ったより。はい。はい。終わり。